いやー、久々になんか新しいセットアップ欲しいな。最近はオンラインからまたリアルで打ち合わせする機会も増えてきたし、今持ってるセットアップも結構前のやつだから、ちょっと今の雰囲気に合ったものに買い替えたいな。でもどんなもの買えばいいのかわからない、誰か教えてくれないかなと思ってる皆さん、こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、今おすすめの大人のセットアップはこれに決定というテーマでお届けをしたいなと思っています。冒頭の小芝居にもあった通り、最近はオンラインの打ち合わせから徐々にですね、リアルでの打ち合わせだとか、まあ、実際に人に会うことも増えてきたので、まあ、そろそろですね、ちゃんとした着こなし、アップデートしなくちゃいけないなというところで、僕自身も実感してるんですが、まあ、そんな時に、数年前に買ったセットアップを改めて着てみると、ちょっとこれ、雰囲気硬すぎるかなとか、かしこまりすぎてるかなって感じてしまったりして、まあ、サイズ感だとか、雰囲気を含めて、今の感じとちょっとフィットしなくなったんですね。なので、ちょっとこう、久々にですね、僕自身、新しいセットアップを購入したので、今回はそちらをですね、全力で解説をしたいなと思っています。僕は仕事柄本当にいろんなセットアップを実際に買ってきましたし、いろんなお店でも見るんですが、まあその中でも個人的にはこれが一番鉄板だなというものがありまして、それを今回ご紹介したいなと思います。こちら PR でも何でもなくて、実際にですね、自腹で今回購入をしてきました。商品はですね、こちらビューティー&ユースで購入しました。これなんて読むんですかね、360度マスターですかね。読み方間違ってたらすいません。コメント欄で皆さん教えていただければなと思います。こちらのセットアップになります。まあ、このシリーズ自体は数年前から展開があって、僕も普段のスタイリングで散々お勧めしてきたのがこちらのセットアップなんですね。このようなセットアップにもカジュアル寄りのものもあれば、スーツ寄りのきっちりめのものもあったりするんですが、その中でもこちらの360度マスターシリーズはですね、名前にある通り360度方向のストレッチ性が効いていまして、非常に着心地のいいようなジャケットとボトムスのセットアップになってまして、まあ、断然ですね、カジュアル寄りのアイテムなんですね。まあ、これぐらいの方が現在のですね、ビジネスシーンには結構使いやすいかなと思っていまして、もうスーツは着なくなっただとか、まあ、ジャケットさえもそこまでですね、求められなくなったという職場、いろんな方からお話を聞いてると結構増えてるかなという実感があるんですね。まあ、その中で今買うべきセットアップとしては、これめちゃくちゃバランスがいいなと思いますし、もちろんオンの機会も使うことはできるんですが、意外とですね、オフのシーンで綺麗めな着こなしを楽しみたい時には、これぐらいの雰囲気の方がしっくりくるんですよね。ちょっとスーツ寄りのセットアップだと、それ着てどこ遊びに行くのって感じになってしまうので、まあ、少し肩の力が抜けたようなカジュアルさのあるセットアップが最強かなと思うので、今回はこちらをですね、実際に着ながらポイントをしっかりめに解説をしていきたいなと思っています。僕のチャンネルは結構カジュアルなものをご紹介することが多くて、結構このようなセットアップだとかビジネスウェアについてお話しするのは久々なんですが、まあ、今回はしっかりとですね、自分自身の今の感覚に合うものを皆さんにお届けしたかったので、こちらもう自腹でですね、頑張って購入してきましたので、この後実際に着ながらしっかりと解説をしていきたいなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの今日ですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、まだの方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで実際に着てみましたが、いかがでしょうか。まあなかなかバランスが良くて、個人的にはかなり気に入っています。ちなみに僕は身長164センチ53キロと小柄な体型なんですが、今回ジャケットはですね、 M サイズを購入しました。少し緩めの雰囲気で着たかったので、まあこれぐらいの雰囲気がバランスがいいかなと思います。まあ袖丈がちょっと長いので、ここは直す必要があるかなと思うんですが、まあそれ以外はですね、バランスよくハマっているかなと思います。でボトムスに関しては、こちらは Sサイズを購入しました。僕はですね、あまりボトムスをベルトをして着るのが好きじゃないんですね。ちょっとめんどくさがり屋なので、ウエストがベルトしなくてもきっちり収まるぐらいが結構好きなバランスなので、S サイズでジャストめにウエストを合わせながらも、かなりバルーン系の形になっているので、細い感じではなくて適度なゆとりは出せるかなと思っています。まあ、セットアップはこのように上下でサイズを分けて、それぞれ別で買うことができるのが、個人的には嬉しいなと思っている点なんですが、まあ、最近は結構ジャケットはゆったりめに着たいっていうのがあるので、 M サイズぐらいを買うことが多いんですが、まあボトムスに関してはジャストでウエスト合わせたいので S サイズを選ぶことが多いんですが、まあ結構気に入ったサイズバランスになってるかなと思います。でデザインのベースなんですが、結構カジュアルめのセットアップなんですね。スーツ寄りの綺麗めな感じというよりは、今のライフスタイルに合ったようなラフな雰囲気を前面に出したようなジャケットになってまして、サイズ感は少しゆったりめです。最初からですね、肩のラインこちらでちょっと落ちているような感じになっていまして、ウエストもちゃんとこう首
びれがあるような綺麗なシルエットというよりはボックス型の現代的なシルエットになってまして、このあたりは仕事だけでもカジュアルシーンなんかでもラフに使いやすいかなと思う点なんですね。で、襟の幅の大きさ、ここも結構大事だなと思っていて、クラシックなスーツ寄りの襟幅っていうのはですね、結構大胆に太い感じが多いんですが、割とシャープめで第二ボタンになっていて、この V ゾーンの広さというのもそこまで深めに捉えてないのが個人的には現代的な雰囲気でバランスいいんじゃないのかなと思っています。で、素材はですね、もう本当に一般的なセットアップだとウールを使ってたりだとか、まあ、コットン使ってたりだとか、まあ、そういった天然素材のものが多いんですが、こちらはナイロンとポリウレタンですね。この2つの素材が混合されていまして、素材感としてはちょっとシャカシャカしてるんですね。厚みは薄すぎることもないし、かといって厚いこともないので、結構このようなセットアップの良いところってあんまり季節感がないんですよ、良くも悪くも。ですので、秋冬着れて、しかも春も着れるというところではシーズン列で夏以外は使うことができるので、そのあたりもありがたい点かなと思います。正面はつるっとした感じではなくて、ややよく見るとなんですけども、適度なシワ感があるというか、それが自然に見えてすごくバランスがいいなと思うんですね。ピシッとした綺麗めな感じもいいんですが、これぐらいのリラックス感があった方が出張先とかに持っていくときにもシワとかそんなに気にしなくていいので、かなり使い勝手がいいかなと思います。しかも名前にもある通りストレッチがガンガン効いてるんですよね。360度マスターというぐらいなので、あらゆる方向のストレッチが効いてるので、本当にジャケットという感じがしないんですね。気軽に羽織れるアウター感覚で1枚さらりと使えるような、そんなアイテムになっているので、まあ本当に現代的なアイテムになっているなと個人的には感じています。で、カラー展開が結構シーズンごとに色々とあるんですが、今回はですね、いつもネイビーを選んでしまいがちなんですが、ブラックを選んでみました。これなぜかというと、ネイビーだとビジネス寄りな雰囲気があるかなと思います。まあ職場においてはやっぱりブラックよりもネイビーの方が柔らかさがあって、まあよりベーシックに近い色合いかなとは思うんですが、このセットアップに関してはちょっと緩めのサイズ感でオフでも使いやすいような見た目になっているので、あえてブラックを選ぶことでちょっとシャープに見せたいなということで、今回はこちらの色を選択しました。まあよりですね、ビジネスっぽい雰囲気を出したければネイビー選んでもらうと間違いがないかなと思いますし、シーズンカラーもね、結構良いものがあったりするので、お好みに応じてですね、使い分けていただくといいかなと思います。で、ボトムスもですね、これ使い勝手が良くて、まずは腰ゴムですね。こちら360度ゴムが入っていて着脱が楽なんですね。僕はですね、結構ウエストサイズが合わないボトムスが多いんですね。ですが、こういったゴムのバージョンのものはこういった紐なんかもついているので、しっかりとウエストをですね、止めることができますし、着脱も楽なので、こういうゴムバージョンのパンツって大好きなんですね。で、腰周りにはタックが入っていて、割とですね、ゆったりめの設計になってるんですね。だけども膝から下にかけては適度にテーパードですね。本当に少しだけなんですよ。個人的にはがっつりテーパードが強いボトムスよりは、割とストンと落ちるようなラインの方が今は好きで好みなので、この適度なテーパード感っていうのはやりすぎ感がなくて、すごくバランスがいいかなと思います。今僕はですね、コーディネートすごくシンプルに組んでいまして、足元にはニューバランスのスニーカーを合わせてるんですが、裾幅が狭すぎると結構ニューバランスってボリューム感があるので、あんまりハマりが良くないんですが、これぐらいの裾幅があれば、まあニューバランスでもギリギリ収まってくるかなと思います。もちろん白レザースニーカーとかでも全然いいかなと思うので、いろんな着こなしができるかなと思います。で、上半身は今最もベーシックな白 T ですね。白 T にブラックのセットアップというですね、このスタイルというのはまさに現代的な着こなしの一つかなと思っていまして、ビジネスシーンでも結構見かける機会が増えてきたかなと思います。で、 T シャツ自体がラフなので、それに合わせるセットアップは本当にこうスーツ寄りの綺麗めなセットアップよりは、僕はちょっとリラックス感のあるようなもので、雰囲気を統一させてあげた方が意外とバランスがいいかなと思うので、まあ、このような王道セットアップ、まずは使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。まあ、その他にもいろんな使い方ができるので、ちょっと着替えながらですね、引き続き解説をしていきたいなと思います。はい、ということで着替えてみましたが、いかがでしょうか。先ほどは白 T を着て、その上にですね、ジャケットを着るようなかなりベーシックな着こなしだったかなと思うんですが、今回はですね、内側にまずは先ほど着ていた白 T ですね、これをベースにしながらも、上にはですね、ストライプ柄のシャツですね、今回はバンドカラーで襟元すっきりとしたものを着てですね、第一ボタンを外して白 T を見せるような形でコーディネートを組みました。結構このようなストライプのシャツとちょっと緩めのですね、セットアップってバランスがいいので、個人的にはこの着こなし結構好きなんですね。まあ、これからきっとですね、ガンガン使う着こなしかなと思うんですが、
まあ、セットアップに合わせるシャツというと結構小綺麗なものでタックインすることも多いかなと思うんですが、まあ、現在のセットアップであればもうちょっとラフにですねバンドカラーの襟型にしてみたいだとか、あとはレギュラーカラーもいいと思うんですね。で、柄も無地もいいんですが、ちょっと強めのストライプなんか合わせながら外出しで着るみたいなところもですね、割と使い勝手がいいかなと思います。これだったらオフでも全然使えますし、それだけではなくて割とカジュアルめの着こなしが OK という職場であれば、このままでもですねお仕事できるという方も少なくないかなと思います。 T シャツ合わせもいいですが、シャツのスタイルができるようになるとまた着こなしの幅が広がるかなと思うので、ぜひトライしていただきたいなと思います。そして改めて注目したいのがボトムスなんですけども、これ、まあ、今回ですねネイビーのセットアップじゃなくてブラックにした理由の一つとして、僕はブラックのパンツが大好きだからなんですね。黒パン愛好家の僕としても、これ単品でもですねボトムスなかなかバランスがいいなと思ってまして、腰回りはタック入りでゆとりを持たせながら、まあ、ちょっとこう広がりを持つようなバルーン型のシルエットで、裾幅は少しだけ絞ってあるというところで、これ一本でもかなり使えるかなと思います。秋だったらステンカラーコートなんかベージュで着たりするときに足元ブラックで引き締めるのもいいと思いますし、まあ、これ単品でもかなり使えるかなと思います。ストレッチも効いてるんでね、履き心地もいいので、これはこれですごく使いやすいかなと思うので、このようなストライプシャツの着こなしと同時にですねパンツ単品でも結構使い勝手がいいというところも覚えておいていただければなと思っています。続いての着こなしなんですが、今度はジャケットの下に T シャツを着てるんですけども、見えますかね、これボーダー柄のカットソーなんですね。このように白 T ではなくて少しですね変則的なカットソーを入れてあげても割と相性がいいかなと思うんですね。まあ、最近はこのようなちょっとこう細かめのボーダーのカットソーって流行っていて、まあ、ユニクロ U でも同じようなものを展開しているので、まあ、そういったものを入れてもらうのもいいかなと思うんですが、ボーダー柄を入れてあげると、まあ、これまた適度にですね抜け感が出せるので、なかなかバランスがいいかなと思います。まあ、このようなセットアップスタイルもいいと思いますし、あとはですね僕の大好きなプリント T シャツみたいなものを取り入れてあげるのもなかなかバランスがいいかなと思います。内側を変えるだけで、あとはもうセットアップっていうのはここが固定されちゃってますよね。ジャケットとボトムスが固定されちゃってるので中変えるだけで横展開しやすいというところですね。これがすごく便利なんですよね。またはもうちょっと季節が進んだら中はですねこのようなニットですね、もう同色のブラックのニットを着てもうシャープにまとめるのもいいと思いますし、ホワイトだとかちょっと綺麗な色のニットなんかも相性がいいかなと思うので、まあこのセットアップほぼ1年間を通してですね使いやすいかなと思うので、まあぜひ皆さんもですね店頭で試着をしてみたりだとかオンラインでですね、確認をしていただければなと思っています。いやー、いかがでしたでしょうか皆さん。今回の動画では久々にですねセットアップご紹介させていただきました。ビューティー&ユースの360度マスターシリーズは、まあ、前からですねスタイリングの中ではご提案をしていたんですが、僕自身が実際に自腹で買ったのは初めてだったんですけど、これは使い勝手が良さそうですね。まあ、僕自身ですねセットアップを着る機会というのは割とこう子供のイベントだとか、あとはちょっとしたレストランに食事に行く時だとか、まあ、そういった時は中心になってくるんですが、まあ、今持ってるものはかなりきっちりめのものだったので、こうした肩の力がちょっと抜けたような少しリラックス感のあるセットアップも一着あるとすごく便利だなと改めて感じました。先ほどの動画でお伝えした通り、内側をですねいろいろと変えるだけでたくさんの着こなしが作れますし、まあ、ジャケット単体でも使えますが、やっぱ主にはボトムスですね。ボトムスがかなり優秀なので結構一年中ですね様々なスタイリングに使えるので、まあ1セット持っておいてまず間違いがないのかなと思っています。ただですねメリットばっかりではなくて、まあ、ちょっとですね気をつけなくちゃいけないポイントとしましては、セットアップの中でもカジュアルめなので、例えばちょっとネクタイを締める機会があるんだよなっていう時にこれを合わせるというのはあまりですねハマりが良くないかなと思います。肩も落ちていてリラックス感のあるカジュアル感のあるジャケットなので、まあ、タイドアップのスタイルにはそこまでハマりが良くないかなというのと、あとはノーネクタイのシャツもタックインして綺麗に着るような感じもあまり合わないかなと思います。二つ目のコーディネートの時のようにシャツを着る場合でもタックアウトするだとか、そういった形だとすごくハマりがいいので、ややカジュアル感のある着こなしに相性がいいかなと思いますので、まあ、仕事でちょっと綺麗めなセットアップ欲しいんだよなという場合は他のものを選択肢として挙げた方がいいかなと思うんですが、カジュアルシーンで使えてなおかつお仕事の場合でもそこまでですねきちっとしたセットアップじゃなくてもいいという方であれば、めちゃくちゃ今使いやすいのはこちらのセットアップかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています。
これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですね、なるべくわかりやすく解説をしたいなと思ってるんですが、普段の動画ではなかなか取り扱わないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、または専門ブランドのですね、内容に関しては、僕がもう一つ運営してます、YouTube のメンバーシップチャンネルの方でしっかりめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週に1本、この後もそうなんですが、ライブ配信も行っています。皆さんからいただいたご質問に直接その場でお答えする形でワイワイ楽しくやっていますので、気になる方はこちら動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですねゆっくり動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっています。こちらの方では文章と写真ベースでおすすめのアイテムを毎日更新をしています。僕もですね、毎日記事を書いていますし、僕以外のスタイリストだとか専門家の方もですね、記事を書いてくれています。また、参加者の皆さんも気軽に記事をアップすることができるので、結構いろんな記事がアップされています。まあ、ぜひ気になる方はですね、こちらも概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。